皆さんこんにちは、カップ麺 YouTuber のジャットさんです。今日ジャットさんはエースコックさんから出されているドミソさんが監修している火祭りという激辛味噌ラーメンを食べてみたいと思います。激辛ということでちょっと心配しています。蓋の上にはスパイスがついていました。そして蓋の中には液体スープがついています。それでは熱湯を注いで5分です。それではドミソさん監修の火祭り激辛味噌ラーメン完成しましたので、いただいていきたいと思います。よく混ぜて食べていきましょう。もう見た目からかなり辛い感じが伝わってきます。それではいただきます。ドミソさん監修の火祭り激辛味噌ラーメン、確かに辛いですね。ギリギリ麺をすすることができましたが、かなり喉にしびれがきています。唐辛子の辛さが口いっぱいに広がる味噌ラーメンになっています。スープも粘度があるドロッとしたスープではなくて、かなりサラッとしたスープなんですが、この太麺とよく合っていて、スープをしっかり持ち上げてきてくれます。そして辛さが口の中にいっぱいに広がるので、もうジャットさん今すごいもう汗をかいています。まあ激辛好きの人にとってはちょっと物足りないぐらいの辛さかもしれませんが、激辛が苦手なジャットさんからするともうこの辺りで止めといてほしいなというぐらいの辛さになっています。まあ間違ってもいきなりすすったりしないように皆さんは注意しながら食べてほしいと思います。それではドミソさん監修の火祭り激辛味噌ラーメン、ジャットさんのリピート指数は星3つ中2つになります。また機会があれば激辛が食べたくなった時には食べてみたいと思います。それでは次回のラーメンもお楽しみに。またねー。